どうも。どうもー、お疲れっす。今日は、今日は、おい。あいよ、うわー、もう日付回っちゃったんですけど、2月10日の日曜日、1月8日、まあ、つまり2月9日分の、日記になります。ちょっと、今日休みではなかったんです。ちょっと、仕事行ってまして、まあ、終わってから、あ、そうだそう、そんな話の前に、今日もちょっと2日連続で申し訳ないですけど、ほろ酔いの白い沢、行かせていただきます。ちょっと今日お酒カット、ごめんなさい、妥協させてください。その代わり、これでちょっと乾杯を、お疲れでした。あー、うめ。これうまいわ。で、そうそう、今日土曜日だったんだけど、まあ日曜日に撮ってるけど、まあ土曜日だったんだけど、今日仕事だったんですよ。そんで、まあめんどくせえな、愛媛で一番でかいマラソンのイベントに、明日、まあ運営というか、運営ではないんですけど、まああの僕が担当してるスポンサーさん出ないんですけど、あの先輩が担当してるスポンサー出るんで、それのまあお手伝いとか、まあ愛媛で一番でかいあれだから、まあ出てこいとかいう理由で明日出ます。で、まあ多分日中は社内に戻って事務作業とか、まあ残ってる仕事パパってやって、まあ5時ぐらいに終わって、その後髪切って終わるような一日なんだろうな。本当は明日俺結婚式だったんだけどな。この業界入ってからこういうのが多くて、本当多分普通の人だと友達なくすと思うんですよ、多分ね、昔からの付き合いの。でも今って LINE とか、まあ、Facebook とか、まあ、Twitter とか、まあインスタとか、まあ、TikTok、まあ、TikTok やってるやつあんまいねえな、あるから、まあ、なんとか保ってるけど、すいません、ちょっとタバコさせてもらいます。グローでーす。いい。そう、今は本当にそういうのや、なんだろう、つながりがあるから、まあなんとかこうごめんねとか、フォローはできるんだけど、昔だったらこれ絶対疎遠になるやつやんな、これ昔だったら。まあ時代がね、時代だから助かってはいるけど、まあとはいえさ、一度招待されたさ結婚式を断るってなかなか辛いもんがあるぜ。まあ自分がそれされたら嫌だもんな、仕事で。まあ、しょうがないんだけど、ちょっと仕事優先されすぎだよな。それはもうこの業界入ってからずっと思ってて、だからいつかこの業界、なんか違う業界にと思ってるけど、まあ多分そんなに、多分ずっとこの業界いるんだろうなと思う。まあ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 、まあでも将来どうなるんだろうね。ちょ、今の会社にずっと入れるのかも含めてなんだけど、まあ、もちろんまあいる方向でも全然考えてはいるし、だけどやっぱどっかこう自分のなんだろう、まあ僕はあのやっぱこういう映像が今でも、まあ前は映像のね制作会社にいたんですけど、まあ、映像が好きなんで、結局のところ一周二周回ってもやっぱり映像が好きなんで、こうやって YouTube にも動画上げてますし、まあ GoPro? 明日 GoPro 持っていこう。そう、これね GoPro の、ういー、これブラックセブンね、これもう4万ぐらいしたんよ。これめっちゃいいから、手ぶれとかね全然補正されるし、しかも画質綺麗だしね、素晴らしいから、ちょっと明日なんかちょっと違う感じのムービー撮ってみようか。なんか愛媛マラソンに来てますみたいな、なんかそういう感じのムービー撮って、ちょっと明日はなんか自分でいい一日をこう作っていこうかなって。まあせっかく会社以外のイベントとかにも出るし、なんかそういうのが必要だよね、多分。なんかちょっと充電しとこう。いいわ、今のプラス発言だわ、めちゃくちゃいい。あ、 OKOKOK 充電しよう、充電。だからね、まあそういうところ大事だと思うんだよな、自分自身ももっともっと貪欲にというか、まあやっぱ今の仕事ってもうなんかすごいこう量に圧倒されてこうこなしていくだけじゃないけど、それで精一杯だし、それ以上の提案とかなんか新しいビジネスを考えろみたいなの言われてるけど、なかなか追いついてない部分が正直あるんですよね。だから自分自身もこう葛藤している中ね、まあなんかこうね、せっかく転職して違うとこ行けたんだから、まあそこでできることをちょっと増やしていかないといけないし、まあ前の会社とは違うことができてるってことは、まあそれはプラスに捉えて、前の会社で培ったこう映像の、編集スキルとか撮影のスキルとか、まあいられフォトショーいじるスキルはもう継続して今の自分の活動にやりながら、今やってることをまた自分の活動に取り入れて、将来はちょっとなんだろう、ブティック系の
まあ言ってしまえばね、ちょっと少数制のブティックの、まあ、ブティックって言い方もちょっと腹立つけど自分自身に言っておきながら、なんかそういう少数制でこうできるようなチームにを作って、なんかこう将来はそういうところでやっていきたいなとは思うね。やっぱりその大企業は大企業でいいところもあるし、もちろん看板、名前の看板で勝負できるところもあるし、そこに僕の実力が全然伴ってないので、今はもうなんだろう、今会社の看板ここだとしたら僕の実力多分ここぐらいなんですよ。だからここの差って結構でかいんですよね。この差を今やっぱりこうやって Kindle とかの本とか、まあ、実践経験とか、まあ、日々の試行錯誤でこう補おう、努力しよう、まあ、もちろんしてはいるだけど、まだここの差は絶対離れないから、ここの差やっぱり埋める作業はしていかないといけない。で、多分もうちょっとここぐらいの時にちょっとどうなるかよね。だからここまでがいつ来るかがわからないから、ちょっとまだ先が読めない。だからやっぱちょっと社内でもやっぱりなんだろう、いい意味で社内でモテる、で社外でもモテるような人材になれば、そういうのは多分実現可能なところになってくると思うんで、だから最初から今の状態でこう独立というかね、そういうチームを組んじゃうと多分全然食っていけるようなレベルじゃないと思うんですよ。だけどまあそういうことも見せて、この、まあ、動画を撮りながら、まあもちろんこの動画以外にも僕ラジオでポッドキャストで106FM っていう、まあ、検索してもらったら出てくるんですけど、それでもやってるし、まあ実際 106FM を今してなんだろう、仕事が生まれてるわけよ。まあ僕が受注してるわけじゃないんだけど、僕らのラジオを文字起こししませんかとか、ブログ取り上げたいですよね。僕が取り上げてほしいですって言ったんですけど、その場合は。でも今文字起こし したいです、させてほしいですって依頼は本当 DM で来て、こうやって仕事って生まれるんだっていうのをちょっと今少なからずだけど実感し始めてる。だからそれに対してやっぱり自分も答えたいし、だったらこういうことをやってくださいと。でちゃんと報酬も払いますし、だからこういうふうに、僕らの今ラジオでちょっと文字起こしをやってほしいですっていうのは今実際やり取りしてる作業ではもうあるから、そこはなんかちょっと面白くなってきたなっていう自分自身の活動の中でねあるから、まあこれも正直誰が見てるかわからないし、まあ基本的におじいちゃんおばあちゃんに向けた、まあ、日々の活動の報告だと思ってるから、まあ基本的に視聴者さんに対してなんかこう敬語使えとかまだ言われてないけどね、まだ言われてないけど、まあ絶対思ってくると思うね。まあなんか不快だなって思う人もあるけど、まあこのコンセプトはおじいちゃんおばあちゃんに対しても一日の、自己報告とか今俺が思ってることをお伝えするっていう、まあ、番組でもあるから、まあ日記だよね、 Vlog っていうのかな、ビデオブログっていうのかなっていう認識でやってるから、まあここはこういうのでいいと思うね。だから今これ以外にもビデオブログにも今ウェディングムービー、結婚式のムービーであるとか、であとは GoPro 使った、まあ、作品まで1本しか上げてないけど、そういうのも上げていきたいなと。であとは僕の野球部の、まあ、後輩とか、同級生で一緒に出てもいいっていう言ってくれる人が数人いるんで、まあ、そいつらと一緒に撮ってなんか面白い動画、まあ、ネタですよね、コメディを撮って、まあ、この4本の軸でちょっとこの海 TV は運営していこうかなっていうふうに今こう思って今発信してます。だからこのムービーは基本的に今自分の、まあ、日記ですよ、考えとかを、まあ、アウトプットする場として、まあ、設けてますし、まあ、基本的にこんなねほぼほぼ自分の部屋でしか撮ってないんで、まあ、そこはねやりながら進めていけたらなと思います。まあ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 明日も早いんで今日で終わろうかなと思ったんだけど、ちょっとまあせっかくお酒も飲んでるし、まあ土曜日ってことで、まあちょっと熱い話、自分の中での情熱をちょっと出していこうかなと思いますね。まあ自分が将来わかんない、どうなりたいかとか結構毎年毎年若干だけど変わってきつつはある。前までだったら、まあ、ぶっちゃけ言うけど俺2年前とか3年前だったら本当に Google とか、まあ今でもそうなんだけど Facebook、Twitter とか外資系のオフィスがすっごい綺麗なところで、あ俺すげえいい感じですっていう感じで働きたいなってずっと思ってたのよ。だから今の会社でもまあそうだし、ちょっと名前があるところでやりたいなっていう気持ちがあったから、まあなんとか滑り込んでできたんだけど、まあそこで入り気づいたんだけど、
結局名前があっても自分自身がそこに追いついてないと正直何もすることができなくて、やっぱり自分自身のレベルだと思うんですよ。まあ、これ野球でも結構似てて、どんだけ強いチームにいても上手くないと試合には出れないし、まあ、そこのチームに入って3年間頑張った4年間頑張ったっていう、そういうなんだよ、ブランドというかな、自分の中のその誇りとかや、まあ、付加価値はつけることはできるけど、それはもうそのレベルでしかないじゃないですか。だからやっぱりその、まあ、例えば大阪桐蔭でレギュラーと、まあ、ベンチ外とベンチだったら多分全然その評価のあれが違うと思うんですよね。だからまあそれと結構似たような考えで、大阪桐蔭にレギュラーになれない人は大阪桐蔭のところで活躍した方が、それはいろんな大学とかプロとか、もしかしたらプロもね目つけてくれるかもしれないし、そういう可能性広がるわけだから、どこに在籍してどのレベルでどのプレイヤーで戦うかっていうのは最近この会社に入って思った。やっぱり大きな会社になればなるほど埋もれる、自分自身が、いや埋もれるからじゃあ他行こうかじゃなくて、その埋もれる中でもう必死にこう見えない崖を登っていく感じ、もう見えない崖をこうガッガッて毎日登って、また落とされ、登って落とされみたいなことで、こう腕力とか多分こういう体の筋力がついて、なんかある程度一定のところまで登り詰めた時に、他の人と比べると、あ、すっげえ俺違うところまで登ってるっていう感覚に俺はなると思うんで、このまま、日々を過ごしていくと、まあものすごいしんどいですよ、毎日。多分他の友達とか同じ20代の中ではすごいいい貴重な経験はできてると思う。だってまあ、だってでもないな、僕この年27ですけど、今3社目なんですよ、3社目。それでも結構ね、他の人と比べるとちょっと違うキャリアを歩んでると思うんですよ、個人的には。だからもう僕の中ではもう新卒で入ってガーンっていう概念はもう全くなくて、もうとにかくどん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 階段を登っていくっていう、今階段ステップアップですよね、考え方ですよね。まあもちろんこの会社で、ね、登り詰めるかどうかは分かんない、正直できると思ってないし、スーパー難しいと思うから、それはもう重々置いといて、まあ、とにかく今はもう筋トレですよ。もうポケモンでいう草むらで戦ってレベルアップレベルアップレベルアップみたいな。とにかく俺は今、バッチ2ビジム、まあ、一番軽いステージから花田ステージ2つ目のジムが行って、そこ、まあ、クリアしたかどうかは分からないけど、次はまあ3つ目のジムだよね、のところでやっぱ戦って自分のレベルを上げてる。それは自分のレベルの上げ方は、まあ、もちろん日々の業務やっとけば、業務をこなす能力とか、ね、対応力とか、まあ、経験を積めるわけだ。で、あとしかも、まあ、俺は今広告業界にいるんだけど、広告業界のあらゆることが分かるわけ。もちろん広告業界以外のこともあらゆることが分かるわけ。これは自分にとってかなり大きな財産になる。だから一方それはそれで経験しておきながら、やっぱり僕はクリエイティブとかそういうことがやっぱり好きなんで、制作するっていうことは、まあ別に CD とかなりたいとかそういうわけじゃなくて、そういうのがやっぱり好きだから、やっぱそれはやっぱ活動で日々の活動でやっていく。それはもう前の会社の時から思いは変わらなくて、だけど前の会社の時はどっちかというとコメディ系が多かった。みんなを笑かすとか。でも今ってそのみんなを笑かす能力ももちろんやりたいのはやりたいんだけど、ちょっとめんどくさいのが会社関係の人と Facebook つながったりとかして、いつもだからそこにやってやるんだけど、なんかちょっと周りの目を気にしてる自分が正直いる。なんか大きなものをいきなり背負わされたみたいなこのご時世コンプライアンスとかネットの関係でなんかやっていいこと悪いこととかなんかいろいろある中で、なんかちょっと萎縮してる自分がいる、そういうところは。だからちょっとテイストは変えて、今はまあ元の故郷とは違う場所でやっているから、もうなんだろう、初めての一人暮らしでもあるし、初めての場所での生活でもあるから、まずはそこの土地を紹介する動画、これを GoPro で俺はやっていきたい。で、日々の生活の記録、おじいちゃんに報告とか、まあ、これを見てくる友達とか、まあ、先輩、後輩がいるかもしれないんだけど、その人たちに向けても報告としてあげる。で、さらには友達のために作ったウェディングムービーも、そこにアップして、みんなが協力してくれた、集大成をそこで確認する場も、作りたい。で、そして、このチャンネルを見て、あ、俺も私も出たいっていう人と何か一緒にすることができないかなって考えた時に、やっぱりそれはお笑いというかみんな喜ばすためのものだと思うから、それはコメディの部分でやりたいっていう4本の軸でこのチャンネルを運営していきたいっていうね。それはなんかまあこれをやり続けてもう1週間ぐらい経ってると思うんだけど、
なんかすごいこうやりながら見えてきた。だからやっぱり自分の体質特性を考えると最初からもうスーパー練りまくった計画通りに進めるのもいいとは思うんだけど、多分これってどうせどっか軸はずれてくるし方向性も変わってくる。まあ自分はね、だって大谷翔平みたいな生まれた時に、まあ生まれた時でいいけど、まだ小学校中学校まあ高校ぐらいからか、彼がメジャーリーグを意識してその中でちゃんと自分で決めたステップアップ、決めた目標通りに進んでいく人も中にはいる。それはめちゃくちゃすごい、並大抵できることじゃない。それはめちゃくちゃすごいし、だから自分もそれをやりたいと思うんだけど、やっぱりこう右行ったり左行ったり、時には上行ったり時に下行ったりってこうやっぱりずれちゃうのね、僕の場合は。まあ、右翼を屈折して今 の、まあ、会社に入れたのはまあ本当奇跡的なこともあったんだけど、まあ、いろんな、でもまあ僕は当初から、まあ、大学4年の時から、ずっと出されたかったメディア、まあ、テレビ局、僕テレビ局行きたかったんだけど、そこの人たちと関わるっていうことができたのは、まあ、大学の時の自分には伝えたい。ああそれ夢かなったよと、夢というか自分がずっと行きたかったところに飛び込めたよと、関われたよと、でかい仕事もちっちゃい仕事も関係なくその関われた、よかったね、ちゃんと夢じゃないけど叶ったよっていうのは4年前5年前の自分に伝えたい。だからそれはやっぱ抱き続ければ、そして抱き続けるだけじゃダメで、それをちゃんと何かしらの行動で発信したら、やっぱりこう大谷翔平みたいな綺麗な道じゃないけど、すごいこうカーブみたいにグネグネグネみたいな感じだけど、たどり着くことは正直できたから、やっぱこの経験は自分の中でも結構誇りというか自信になる。まあ、よくやった俺とすごい褒めてやりたいとは思う。だから今の、5年前の自分に対しては褒めて、じゃあ次の、ゴールというか目指すとこはどこだみたいなのはやっぱり、冒頭でも言ったけど、少数精鋭のチームでそういうそういう仕事って言ってもおかしいけど、まあ具体的なところで言うと本当にまあ広告代理店の人たちがこう独立してできている会社とか、いろんな、まあ、あると思うんだけど、そういうようなチームを俺は組んでやりたい。だけどそれがゴールかどうかは分からない。で今で言ったら、最近言ったらチョコレートっていう会社があるんだけど、ああいうところはすごいかっこいいと思う。本当に何だろう、見ててこっちが見ててワクワクするし、なんか面白い人をこう集めてやるのもいいんだけど、まあイメージ言ったらルパン三世かな、ルパン三世みたいなこう仕事する時で集まって、それが要はバーンって離れるような、そういうチームの方が俺はいいかな。だから一つの目標に対して違うスキルを持った人たちがポン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 が、ワンピースにも近いんだけど、ワンピースはずっといるからあれなんだけど、ルパン三世はもう仕事する時しか集まらないじゃないですか。そういうようなチームがいいかな。でなんかそういう仕事しないときはもうずっと仲良かった友達とかとこうつるんだりとかして、で仕事するときはまた別の人たち、まあその友達も一緒にするか分かんないけど、なんかそういう今場を作っていきたい。なんか天禄、まあ、キッズっていうまあ活動名で、まあ、地元の一番仲いい地元のやつやってんだけど、まあ、あれはねあれでいいよ、まあ、いい距離感でできてるし2人が。でまあまだね仕事としてお金もらったことはないけど、まあ本当にいろんなそこでしか知れない人と知れて、コラボ収録とか、まあ今で YouTube みたいなねコラボ収録を今ラジオのポッドキャストでもできてるわけだし、それはねすごい自分の中でも自信にはなってる。だから本当に珍しくだけど、俺あんま自分のこと褒めないんですけど、今回はちょっとこの動画を通してまだこの動画を通して褒めたい自分を。まだいつか落ち込んだ時とか嫌な時とか辛い時とか絶対出てくるから、その時は多分この動画を見て思い出して明日から頑張ろうっていう活力になりたい。それは自分以外の人でも多分そうだし、これを見てくださってる、まあ、見てくださってるって言い方もあるけど、見てくれてたおじいちゃんおばあちゃんもそうだし、まあ友達とか先輩とかもそうかもしんないけど、やっぱり自分が歩んできた道っていうのは何かどっか一つ褒めて、いきたい。褒めないといけない場所は多分あると思うのね。だからそれがないとやっぱり自分を否定することになっちゃうから、最後やっぱり自分をやっぱりこう否定しちゃいけないと思うのね、うん、だって今の会社の上司とかでも、まあもちろん上司だから人間じゃん、相手も人間だしこっちも人間だし、
まああのいい時があれば悪い時もあるし、まあ、嫌なこと言われば悪い、いいことも言われることもあるし、そのためにこう一喜一憂今もしてるんだけど、正直ねなんかしてるんだけど、そういうことじゃなくて、あのもうちゃんとした自分の中の軸をちゃんと持って、何を言われようが、まあ、そういう声もあるなと、振り回されるな俺と、最近はそう思うようなことを作っていかないと、やっぱ 改めてこうね、もういろんな人にこう言われて振り回されるから、どこに行ってもそうなってしまう。振り回されないようになるために、やっぱりこういうなんか会社とは違う軸の活動を持っとけば、寄り添えるじゃないですか、気持ち的に。だから俺は別に YouTube ポッドキャストあるから別にいいっすよ、会社何言われようがって言え覚えるじゃないですか。会社しかなければもうそこに依存するしかないんで、あの言われたことを真に受けすぎて結構重くなるんですよ、まあ、これは前の会社の時もそうだったし、あのまあ重くなるって言い方があれだけど、まあ、僕自身がすごいこうそういうときは真面目にこう受け止めちゃって、重く受け止めちゃって結局自分で体壊すこととか結構何回かあったんで、まあ、それを今回の会社でもやっても意味がないから、まあ、言われたら、あのいやいや俺は別にそこで言われてるけど、俺のことをちゃんとこう認めてくれる別の、あのグループがあるっていう事実だけ知ってれば、もうそれそれでもう幸せじゃない。だからそういうのをこの活動を通じて俺はやっていきたい。だから自分の居場所作りよね、今の天禄FM も KaiTV も、まあ、Instagram の GoPro 兄さんもそうなんだけど、やっぱりこう自分の場所でこう何か誰か一人でもいいから、誰か一人でもいいからいいねって言われるような場所を俺は今後とも作っていきたいから、この YouTube の活動は多分今後もこういうことで続けていく。でテロップ入れないのはごめん、めちゃくちゃ入れたいんだけど、ちょっとまだ余裕がなくて、まあ、テロップとか入れるとなんか画質とかがあんま微妙だから、なんかあんまりだなと思うけど、まあ何はともあれ、この、ね、今やってる活動を信じてやり続けて、いつか何かの形で実が結んで次のステージに俺行けたわって思ったら、俺はロサンゼルスのビーチでもう大声を出してありがとうって叫ぶっていうのが今の俺の目標なんですよ。そうだから、このそこの一番の KGI を達成するための KPI を今いっぱいバーってつけて、まずその KPI 一つ二つ三つクリアした時に KGI が達成できるか、そこがまあ人生をかけたなんかゲームじゃないけど自分との賭けみたいな、まあ、こんないいこと言ってるけど、もちろん叶うか叶わないかって分かんないし、叶えないかもしんないけど、まあやらないかマシだよね。やって失敗したらまだ納得できるけど、やらなかった時はもう圧倒的な効果しか残らないから、あの時やっとけばよかったなっていうのがいっちゃんダサいんで、あの時やったけどダメだったなだったらまだお酒飲んで子供たちに言って笑われたら、まあ、それでいいじゃん、次頑張ろうってなるけど、だからまあこれを見てる人ここまでいるか分かんないけど、なんか本当に一緒になんか僕はまあ今こういう活動を頑張ってる、まあ人によったら勉強かもしれないし、恋活っていうのかな、なんて言うんだろう、結婚の活動、婚活か、婚活とかな、まあいろいろなんか分かんない、婚活以外にも多分、会社の仕事で頑張ろうとか、上に管理職になってやろうとか、社長になってやろうとか、自由人になってやるとか、幸せになるとか、いろんな多分人それぞれの、まあ、KGI キーゴールパフォーマンスだっけ忘れたけど、違うキーゴールインジケーターだ、キーゴールインジケーターっていうゴールがね多分みんなそれぞれあるから、それに向かって一緒に頑張っていく中で、俺はこっちの崖登るからそっちの崖登ってるやつで一緒にこう並走したら一緒に頑張ろうぜって言えるような友達を増やして一緒に頑張っていきたい。もう何の話だよこれ、やばいぞこれ、これ語り出したら明日の朝になるから、ちょっと明日早いから寝るわ、ちょっとこれ飲み干して、お疲れでした。お疲れ、しゃあ頑張るぞ明日も。